こんにちは、チルチル商業 BL レビューサイト、チルチル記者のほぐしみと綱吉です、本日の企画はこちら。締め付けられて胸が苦しい切ない BL 10年史。はい、10年史。そうなんです。今回はチルチルデータベース上で、切ないタグがついた作品の中から、2013年から2022年までの10年間で、チルチル内で高評価の作品をもう各年ごとに1作品ずつ代表作を持ってまいりましたので、なんだろう、はいはい、そちらを扱っていけたらと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはじめに2013年、こちらです。はい、米田光先生のさえずる鳥は羽ばたかないです。わー、はい、もう超ロングラン作品。そうですね、はい、これは今一巻が手元にありますが、はい、一巻もだいぶ年季の入った感じの、はい、弊社のものを持ってきましたがここから始まったんですね。はいはいはい、はい、こちら結構映像化とかされてて、はい、アニメの映画もあったり。そうですね、アニメなんかこうアニメもう一作、はい、もう一応制作も決まってるらしくて、ね、まだちょっと続報が出てないので今の段階ではめちゃくちゃ気になってるんですけども、いや今後もこの長く続いてきた作品がこうどのように展開していくのか、はい、2013ですからね。そうですよ、今もう、ね、10年以上経っているの で、 それでも愛され続けているのも相当だと思うので、はい、まだ触れたことない方はぜひ読んでいただきたいです。2014年はこちら、こちらも米田光先生のそれでも優しい恋をするです。おー、2年連続、はい、すごいですね先生が続いておりますが、いやもう切ない作品の名手ですからね。そうですね、本当にかこう、はい、イニシエと呼ばれるところとかでも結構この作品見かける気もするんですが、うんうん、表紙ずっと気になってていいですねこれいや絵がすごい米田光先生のもともと好きで、きっとそれが作品のトーンというか、はい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 、まさに今回紹介して切ないっていうところにもマッチしてて、うん、この作品とかあのセメガノンケで、うん、ウケがゲイでっていう、そこのまああるじゃないですか困難が、はい、でそれをこう描いてるのもまたきっと切なさ、切ないっていう評価につながっているんだと思いますし、うん、そうなんですよね、ゲイであるからこそ踏み込めない心理描写とかをすごく巧みに描かれていて、もう胸が締め付けられる作品かなと思いますので、ぜひこちらも読んでみてください。はい、2015年はこちら、オゲレツ田中先生のエスケープジャーニーシリーズです。はい、これもね手元に3巻なんですけども、はい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 、2015年時点では1巻ですね。そうですね、はい、いや一巻切なかったですよね。結構なんか、うんまあ、攻めのキャラとかも立っていて、うんうんうん、この攻め一体どうしたいんだというか、そうそう最後どこに落ち着くんだってところですごい切ないし、ハラハラするし、なんか心臓かきむしられる系の切なさかなと思いますね。なんで、うんうん、大地なんでだよってすごいなったの覚えてますね、うん、当時読んで2016年はこちらです。こちらもオゲレツ田中先生のネオンサインアンバーです。わー、はい、先生がまた続きましたが、本当ですね、うんうん、はい、こちらもう表紙にいるこの子がウケですね、うんうんうん、子なんですけど結構なんかアングラな感じの世界観だったんですけど、はいはいはい、攻めのなんて言うんでしょう、懐の、はい、広さっていうのかな、なんか、うんうん、広いというか逆に狭いというかどっちなんだ、結構こじらせ系の愛が読めて、はいはいはい、すごい好きなんですよねこの作品。はい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 、でなんか切ないっていう途中段階ではもちろん切ないし、なんか最後もこう終わり方もちゃんと切なさがあるというか、うん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 、すごい雰囲気全体通してめちゃくちゃ好きだった曲がありますねこれ。2017年はこちらです。トコクラミヤ先生のライフ戦場の僕らです。うわー、はい、もうタイトルを聞いただけで泣いてしまいそうな、はい、もうこれ BL アワードにもすごい入っている、はい、もう名作中の名作ですね、はい、いやもうねタイトルにもあるようにね、はい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 、人生をこう描いていくところで、はいはい、いろいろ離別だったり再会を繰り返していってね、うんうん、最後がね最後がバカ泣けると、いやもうやばいっすよもうなんか、うん、もう切ない切ないけど、うん、もうなんか切ない以上の切ない、なんか泣けてしまうから、うん、切なさが決壊した先みたいなところになっちゃってて、ね、あでもこれが、まあ、もちろん入ってきますよねっていう、うん、そうですね、10年史を振り返るなら納得ですね、はい、2018年はこちら、
鈴丸ミンタ先生のゴールデンスパークルです。なんか可愛さの中に切なさがこうほろりと、ね、溶け込んでるような作品だったかなと。そうですね、青春、金色の青春ですよこれ結構タイトル見るたびにあ、そうだったなって結構思い出すんですけど、うん、そう、なんか攻めのね、ガク君のちょっと過去がやっぱ切なかったりとか、その過去が2人のこう関係にもちょっとこうなんか溶け出しているところが、うんうんうん、なんか胸がねキューってなる青春っていう、なんか学生生活とかですけど、はい、今後も2人一緒にいるんだろうなってちょっと思わせてくれる感じも、うん、また切なさから生まれる良さで、はい、めっちゃ好きです ね、 いいですね、甘酸っぱいですね。2019年はこちら、原田先生のワンルームエンジェルです。もうこれもね、はい、やっぱ外せないですね、はい、言わずと知れた名作でございますが、もうちょうど今ドラマが放送されている時点でして、ドラマ化もされるんだってその驚きもありますし、はいはい、ドラマ化されるほどのやっぱりより多くの人に届いてほしい作品すぎるんですよね、うん、本当ね。以前出した動画でもね、はいはいはい、綱吉さんこちらをもう本当にベスト感動ビールとして泣けるご紹介されたかなと思いますので、なんか、まあ、作品全体を通して、まあ、ずっと切なさもあるし、うん、でもそこにある幸せとかも確実にあるし、うん、で一番最後に持ってくるクライマックスみたいな、一番最後がこうちゃんと泣けるピークになってる構成がめちゃくちゃ好きって、うんうん、まあ、切なさがあるからこそきっとそこのラストに行き着くんでしょうし、うん、結構噛み締め系ですねそれはそんな短い作品じゃないんですけど、うん、こう長めだからこそより長い時間なんか人生の一部見せられちゃったみたいな感じでめっちゃ泣けるので、うんうんうん、本当におすすめです、ね、ドラマと合わせて原作もぜひ楽しんでみてください。2020年はこちらです。山田のの の先生のひざまずいて愛を問うです。わー、はい、ドムサブユニバースの作品ですね。そうですね、はいはい、ドムサブも結構確かに切なさは絶対にあるな。やっぱりサブ性をね、なんかによってトラウマを持ってる子とかだと、はいはいはい、それがもう特に如実に現れてる作品かなと。そうですよね、まあ、特にこの主役の子とかもね、はい、もうサブだけど、うん、でもサブがすごくサブに対して嫌悪感を抱いてるっていうのもあったり、うん、そうそうそう、でもね、なんか嫌悪感抱いちゃうのもね、いやそうなっちゃうよねっていうところが分かるからより一層切ないみたいな、うん、結構この子の経験とかもいろいろ相まって、うん、結構見ているの辛いみたいなところもあるんですけど、うんうん、まあ、でも攻めが登場しますので、はいはい、結構安心して読めるところもあるかなと思います。そうですね、切ない切ないってきて、まあ、最後バーって、うん、いけると思いますので、ぜひ楽しんでみてください。2021年はこちらです。はい、湯野いちか先生の夜明けの歌です。いや、はい、これもね外せないですね、はい、いろいろなランキングですごく上位に入ってきてる印象のある作品ですが、はい、いやもうこれは本当にそのエルバ様が置かれているもう状況というか、それがもう切ない、なんか背負わされてる運命がでかすぎて、なんでこんな業の深い立場にってすごいなっちゃうんですけど、まあ、そのでも切なさの中で、あの彼とねこう運命を共にじゃないですけど、うんうんうん、あのお供してくれるような大型ワンコ、中堅ワンコ、うん、アルト君がいますので、あ、まあ、そこに救済もあると、はい、すごい大丈夫そうな気がしてきました、はいでね、いろいろお話も壮大なスケールで、うん、今あの4巻がこの間発売されたかなと思いますので、はい、ちょっとこれからも楽しみに続きを読んでいきたいなと思います、はい、最後2022年はこちらです。しっけ先生のピンクハートジャムです。はい、今手元にこちら上巻がありますね。いや、何度見てもかなえさんは美しいですねこの表紙のドンタロ顔が、はい、そうなんです。なんかあの上下巻でゆっくりゆっくり、うんうん、あの2人がこう恋をしていく過程をすごい描いてくれるから、でその過程でやっぱりこう自分のセクシャリティと向き合ったりとか、うんうん、関係を続けていくにはどうしたらいいのかっていうところをすごいこう深く考えていくので、はい、そこがなんか切なくも、なんかでも甘々も私はこれをちょっと感じるので、すごいなんか甘酸っぱいいい大学生の恋愛ピュアな、なんか心が温かくなりそうな感じがしますねそうです、今続編もねあの連載が、はいはい、あのしてるかなと思いますので、ぜひぜひあのこれからも楽しんでいきたいなと思います。はい、ということでここまで切ない BL を10年分紹介してまいりましたけれども、はいはい、あのいろんな切ないがありましたね。そうですね、はい、なんか切ないと一口に言っても方向性が様々というか、うん、テイストもいろいろで、うん、
泣けるのもあるし、うんうん、なんかじわじわってこう心にしみるみたいな切なさもあるじゃないですか、うんうんうん、そうですね。あとなんかキュンキュンと切なさのこうなんかミックスのようなね、確かに分かるな、はい、っていうのもあって、うん、もういろんな方向あるので楽しんでいただければと思います。でね、今年のね2023年のこの、はい、切ない代表作品は何になるんですかね。もうちょっとで2023も終わりそうですけど、はい、まあ、まだある年みたいですけど、 そうですその中でね、また切ない、今すでに発売されているものもあります、うん、これからももっと切ないビエルが出てくるかもしれないから楽しみしかないですね、はい、いや本当になんか本命作品がいっぱいあるので、はいはい、ちょっとこれから楽しみにしていきたいと思います。今回紹介した10年史をですね、詳しく紹介しておりますチルチルの記事がございますので、概要欄のリンクからぜひアクセスしてみてください。それではバイチル。